こんばんばはクニ,オです、えー、クニオチャンネルいつも楽しんでいただいている方そして、えー、今初めて見ていただいている方、まあ、様々いると思いますけれどもあ今日もまあ今日もというかチャンネル解説から2週目の週末を迎えるということになってますんでうんある程度面白いやついこうと思います、えー、と期待しててくださいさあでは行きましょう まあ案の定ハロプロの話ですけど、まあ、コンサートライブですよねコンサートライブと CD 音源まあ今 CD と言いませんかねストリーミングでもいいですし、えー、と要は、えー、イヤホンね一人きりイヤホンでね聞く時の楽しみ方、えー、とこの違いそしてもし違い分かっていても提案2つありますので。 えっと、それを聴いていただけたら、今後音楽聴くときに楽しみになるかと思いますので、お付き合いください。では、早速行きましょう。えっ、ー、と、まず、醍醐味はコンサート、ライブだと思います。もうこの中でもすでに3つの楽しみ方と3つの方向性っていうのがもうすでに、ハロプロの場合は分かれております。じゃあ、1つ目いっちゃいましょう。まあ、ライブハウス、 というのが実は今ハロプロはモーニング娘以外だと一番多いシチュエーションになるかと思います。だからライブライブハウスですね。一つ目はライブハウスというのはねえっと行かれたことない方はすごく想像しづらいかもしれないのですが、まずねあの生理番号というのがあるんですよ。でこの生理番号順に入場するんですけれども。 ハロープロ行ってない人の大きな感覚として違うところは割と整理番号で入っって自分の立ちち位置決めちゃたたりしたらもうそこからほぼほぼぼ動きませんこれはねしかも業界最高峰の礼儀正しさルールの中でこのパーソナルスペースおそらく前後1 0センチあるかないかぐらいの自分の体見幅からのところで。 まあ、手も入れてますよ手の可動域ぐらい入れてますよなんか確立していてそれほど問題が起こらないまあこの上質な客層におそらく支えられているのがハロープロのライブハウスなんではないかと思っております。まあ、昨今はジャンプ禁止などがね、えー、と話題になり実際それ実践されておりますけれどもまあその中でも工夫を凝らした、えー、と熟練の他校たちが。 ラライイブブハウスのの中でのライブを盛り上げていく、まあ、若干ここ数年でコールとかさまざまなもの音量減ってはおりますけれども女性客が増加していてそれはそれですごく何ていうか華やかなあ現場となっているんではないのかなと思いますライブのシーンを現場なんていうのもね、えー、特徴的なことなのかなと、まあ他のアイドルでも言うか <laughs> と思っています まあ、なのでライブハウスはそういった形番号を守りパーソナルエリアを守り見ていくと何回か行ってるうちになんとなくその箱と言いますかグループの状況なんていうのが見えてきて知り合いもね増えてきてハロータイムフ,フレンドリーな人多いですから、ね、年長者も、まあ、若い女の子たちでどういう風にやってるかあそんなに入ってってないからわかんないけど何かヒントあったら教えてね。 そういういい感じでございます、えー、楽しくやってる場所であることはほぼほぼ間違いないのかなと思ってますのでライブハウスはまず、うん、入ってみてパーソナリティー作ってみて様子見てみるこれどうでしょうさあ2つ目いきましょうホールコンサートというのがありますホールコンサートこれは主にモーニング娘。はほぼほぼホールコンサートですねでジュースジュースアンジュルムも決まってはいますけど まあライブハウス公演並行して、まあ、ともすればライブハウス公演の方が数多めかなというような現状だと思います。でホールコンサートはこのアンジュルムとかジュース・ジュースにとっては比較的スペシャルなものになっていて空間演出というところ音響もさることながらなんですけども特に照明なんていうところは。 ね、ジュースジュースもそうですがアンジュルムは衣装も含めてねリナップ勝田のねこのコーディネートというのが意外とここ最近は話題になっていたりちょっとアイドルとは違うところに、えー、と行っていてまあ今アイドルって言ったら何なのかってことなんだけど全部型がありそうでないからね。でジュースジュースも独自の路線というところではあまあ極める方向というのかな。 太陽とシスコムみたいなのがずっと長くやっていたらどうなってたかというようなまあか語弊あるかもしれないけど要は技術がハイレベルなところでそれに対して似合うような衣装であったり照明であったり試みであったりというところが楽しめる空間ですまあ、ここは石板というのが決まっていてギリギリに会場に入ったとしても石分のパーソナルエリアというのは当然ながら確保されておりまして かかりやすい場所かなと思います、ね、あとライブハウスそれほど金額も変わらないんでまあ物理的に遠いってのが後ろの方はあるかもしれないですけれども非常に有意義なあアップフロントハロープロそして各グループがこうライブハウスがダメとかじゃなくてホールでは本気出してくれててその本気出し具合っていうところが見れると。 まあ、ライバーさんもうちょっとそのカジュアルなもの、ドレスダウンした距離みたいなところで楽しめるということなので、ここは、あ好みに応じてとかタイミングに応じてのチョイスでいいと思います。さあ、そしてじゃあホールコンサートもう一個なんだろうと思ったら、リリーベというのがありますね。リリースイベントです。リリースイベント、これはまあ、無料で見れるところと、有料で、 まあ、昨今ちょっとウイルス系の問題があるので握手というのがお見送り会というのに変更しておりますけれども無料かつリリースの CD を購入したらものすごく近い距離で、えー、と本人たちと一言二言交わせるよというのが今2020年ここのいいところっていうのはな、まあ、何より気楽にまずどんなふなパフォーマンスなのかなっていうのが見えるところと。 本人たちのたたずまい生の空気というのをちょっと非常に格安で1,000円ちょいぐらいの金額で、えー、と体感することができてなんとなく自分の中で思っていたものとかっていうのと調整できる特に初めての方はですねそういうような時間が提供されているように思いますこれ一式のものというのはもうハロープロースケジュールとかあとうん 知人になっても面白い人ですけどハロプロカレンダーというのを作っている方とかね、えー、の情報でかなりもう9割ぐらいは網羅できるんで、えー、とハロプロスケジュールとかハロプロカレンダーとか検索して調べてみてくださいまあ最初はリリーベおすすめです、うん、なあもし遊びに来てみて何にも分からなければ国王に声かけてくれればちょこちょこっとというかいい感じに案内します いいんじゃなないのかなじゃあこんな形でライブというところの楽しみ方はザクッとですけども3つご案内しましたさあじゃあ続いて音源音源の楽しみ方3つご紹介しましょうこれもね、えー、と似たようなものですねえっ、ー、とイヤホンで楽しむ楽しみ方ここからいきましょうまあ今はもう Bluetooth イヤホンこれ全製ですね私も使っていますよでこれでもう全然十分です CD から入れたものそれから配信で撮ったもの全然十分で楽しめますただこの時に、えー、一つ気にしていた方が面白いものっていうのはハローの音源って比較的そのこれも調べて、コンポーザーよりアレンジの方のまあハローに限らないね <laughs> 普通のこと言い出したねアレンジの方の技術とか力量考え方イメージですよね。 そういうものが結構ダイレクトにドーンとくる世界だというふうに思います。なぜ音楽そうだろうって、うん、そうなんだけど、でも、そういうふうに考えて、基本に立ち返ると面白いから、もうちょっと聞いて、で、例えばソウルファンク系強い人のアレンジだと、ちゃんとイヤホンで聞いた時に、うん、あの後ろ乗りのビートというのがな、そういうのが届くように作られていますし。 まあちょっとエレクトリック系強い人だったら高音の要はクラブとかで鳴った時の高音みたいなのがあの消えないようにちゃんとサウンドとしてコーディネートしてるようなところもありますしまあそして歌物を重視して何ていう歌謡曲テイストエイティーズテイスト様々あると思うんですけどそういったところを重視したいっていう人たちは割としっかり歌の定位置を真ん中に来て、え。ー 過去をそんなにそんなに施さないみたいなことねやってくれてたりしてこれ楽しむところではー1ページ目ととして面白いと思い思ますよ、まあ他の音楽好きな方とかでも「あこのジャンルハロプロだったらどうしてるんだろう」みたいなのはねえっ、ー、と見ながら聴きながらあー、ね、見ながらっていうのはその編曲者をちょっと調べてみてなんてやると、うん、なんか。 なんか酒飲んだ時肩痛たくなっちゃうからちょっとそこ集団によってはマイナスかもしれないけど、うん、まあまあそっちのタイプだけど <laughs> 楽しいんじゃないかっていう話ですまあなのであのイヤホンで聴く時っていうのはちょっと一人の時間が多いと思うので、えー、アレンジ誰がやってんのなんていうのを作詞作曲よりちょっとそこ気にすると面白いんじゃないかっていう僕の提案でしたまあこの辺また改めて音響だけのところでいきましょうで 聞き方として2つ目ですね、えーと。これは家のスピーカーで聞く。ね、家のスピーカーカだとご家族と同居されてる場合とかは制限あるかもしれないんですけれども、まあ、やってほしいのはステレオを置いて正面に置いてでよくて、まあ、この時に音量を2通りですよお結構上げられる最大まで上げるあとイージーリスニングってやつですよねイージーリスニングってのはこうやって会話している音量を邪魔しない 響きにする例えば喫茶店とか,あか、まあ、レストランでもいいのかな BGM 鳴ってますよねでそれ絶対会話を邪魔しない音量じゃないですかでこれぐらいの音量っていうので聞いてみるってことなんですねこれ結構重要で、えー、なぜ重要かというとつんくさんが昔、えー、と言っていたのがこのカフェとかで鳴っている時に会話しながらでも「おこれ何の曲?」ってなるような。 あアレンンジのバランスですよね、えー、とそこを想定して作っていたなんていう,う,うお話を聞いております。やっぱ要は普段んのなんていうかな環境の中で常に印象深いフレーズ、うん、メロディーいろんなものですよねそこにトライアルしているうう歴史があったというのがハロプロの曲なのでここもちょっと気にして疑似体感みたいな感じであこれこの環境だと結構刺さってくんな。 みたいなのがまあ好きな曲からでもいいですけど始めてみたら作りて面白いなってなると思いますさあじゃあ3つ目いきましょう音響3つ目ですねこれはもう,う,う、ま、我々がやってるような感じなんですけどクラブととかかバーとかで聞いてみるってことですここはねすごいんですこれ,これが二次創作の分野になるんですけど 要は今までの説明してきたものライブであったりイヤホンで聞くであったり家のスピーカーで聞くであったりっていうところでそこを総合トータルして、えー、じゃあどのシチュエーションでもお届けしていくにはどうしたらいいかってことなんですよ。もするとやっぱりクラブとかバーライブハウスでもいいですよ。そこで、えー、と音響音量のバランスっていうのを整えてタイミングシチュエーションごとに提案していくという話になります。 まあこれね醍醐味うんでかというと踊踊りたたい人が踊れるる音量ってまたあるんですよねそして、えー、会話してる人たちの時間っていうのを演出する時の音量っていうのもあるんです音質というのもあります、まあ、これをまあまあ僕らはうんこれがベストなんじゃないのっていう提案のやり方一日の流れの中で、えー、っと作っていくということになりますねでそれを聞いてみてほしいっていうこと そうすると分かるとかことがあるの、えー、とこの3つ目の提案で最後のセクションに入りたいと思うんですけども何がかかるかハロプロプの曲は全シシチュエーション対応ですもうどのようなシチュエーションでもしっかり少なくとも僕には響いてくるしあこれこのシチュエーションで聴いたらこの音楽って違う発見あったなとかってあると思います。 なぜこんなことを提案しているかというと、音楽ってね、あのジャンルがたくさんあるじゃないですか。で、そのジャンルって結構一シチュエーションになんていうかな、あの限定されたものっていうのが少なからずというか大半な気がするんですよね。でもそれででもハローってすげえなと思うのはもう前国の他の音楽最近聞いてねえんじゃねえかって言ったら終わっちゃうけど、ハローってすげえなと思う話するけど。 いいのは、どのシチュエーションでも例えば同じく聞けんですよと。ビビットミッドナイトでもいい、なんでそれが出てきたか俺もわかんないけどそ、それでもいいし、あと、なん,なんだろうね、バラードでも踊れるとか、あと、うなんだかな、笑顔やすいヌードみたいなのでも、全然一人で聞いてて、この体揺らさなくても入ってくるタイミングとか、うん、様々あるんですよ。 でこれに気づきが多い方が、まあ、せっかく一流の方々がハロプロというのは音楽作ってくれてるんで楽しむ連中が広がるんじゃないかっていうそういうお話でございます。まあ、こんなことをね、えー、といろいろ想像しながらこっから先ともしかしたら音楽聴く上でハロプロ聞く上で少し見方ヒントになってくれて広がったら、まあ、僕としては嬉しいなあっつ。 でもしそんなお話がまた未来でできるようなシチュエーションがあったらまあいっぱいやりながらでもその辺歩きながらでもお話ししましょうってことでございましたじゃあまあ今日はこの辺にしましょうえっ、ー、と新たななんていうかあシチュエーション提案がございましたら、えー、と私の方にメッセージコメント頂けても嬉しいですしまあ前と言ってますけど TwitterFacebook さまざま、えー、魅惑の国をの名前でやっておりますのでえー 調べてみてくれたりまあ、そのまま飛んでくれたりして連絡ください。まあ、そんな感じかな。うん、音楽は楽しいだけれども、その楽しみ方というのは意外とボーダレスなところにみんな気づいてるかっていう話でございました。クリアでした。また会いましょう。良いフライデーライトじゃあね。